こんにちは、美容家の夏美です。今回のテーマは、私が普段から気に入って愛用しているこちらのアルジタルのクリームのそれぞれの特徴と、どのように使い分けをしているのかをお伝えしたいと思います。アルジタルのクリームは大人気なので、ナチュラルオーガニックコスメが好きな方は使ったことがあるっていう方も多いと思うんですけれども、フェイスクリームだけでも7種類くらいあるので、どのクリームを選んだらいいのか迷われる方も多いんじゃないかなと思うので、今日は私が持っているアルジタルの4つのクリームを比較したいと思います。で今日紹介するものはアルジタルのフェイス用のクリームを3つと、お顔にも使えるデリケートゾーン用のクリームを1つ紹介したいと思います。まずアルジタルのクリームの共通する特徴としては、ちょっと固めのテクスチャーで、塗ったところのこう表面がすごいサラッとした仕上がりになるところですね。アルジタルのクリームは、ナチュラルオーガニックのフェイスクリームの中でもダントツでベタつかないなというふうに感じます。でもちゃんとこうお悩みに効いてくれるし、保湿力もしっかりあるから、クリームのベタつきがちょっと苦手っていう方にすごくおすすめです。はい、ではそれぞれのクリームの特徴をお伝えしていこうと思います。まずは私がよく紹介しているこのエキナセアクリームからお伝えしていきます。もうね、大人気、いつも売り切れてて、ストックがないと私も不安になっちゃうくらい頼りにしているクリームなんですけれども、何度も繰り返す頑固な肌荒れとかニキビにすっごいおすすめです。特に口の周りとか顎ニキビにすっごくいいので、私は結構生理前に使うことが多いです。でエキナセアクリームはちょっと使用感に特徴があって、塗ったところがスースーします。塗った時にちょっとスースーするんですけど、ただスースー感はずっと持続するわけではないので、そこは安心してください。このクリームはエキナセアのハーブがお肌の免疫力を高めてくれるので、肌荒れした時用に一つ持っているとすごく心強いです。私は毎日エキナセアクリームを塗っているわけではないんですけど、突然肌荒れをしてしまった時用に持っているとすごく安心するので、このエキナセアクリームのミニサイズを常にお家に置いておくようにしています。通常サイズは3500円で売っているんですが、このミニサイズは500円くらいで試せるので、初めての方にもすごいおすすめです。あとこれ一応全顔用のクリームではあるんですけど、トラブルが起きている範囲だけにこう部分使いで塗っても効果は期待できます。私は普段のスキンケアで愛用しているマルティナのクリームをお顔全体に塗って、で、この顎とかこうニキビができちゃったところだけエキナセアクリームを塗るっていうような感じの使い方をしています。はい、ではエキナセアクリームの次はこちらのカモミールクリームを紹介します。カモミールは世界で最も親しまれているハーブで、乾燥や肌荒れで不安定なお肌を落ち着かせてくれます。さっき紹介したエキナセアクリームも肌荒れ改善がこう期待できるんですけれども、カモミールクリームの方がエキナセアクリームより癖がなくて使いやすいです。香りもすごく穏やかですし、エキナセアクリームよりもテクスチャーが少しこうみずみずしさがあるかなというふうに感じます。あとはスースー感もないので非常に使いやすいかなというふうに思います。で私はこの2つをどう使い分けているかっていうと、ちょっと乾燥するなとかお肌調子悪いなって感じるときは全体的にこうカモミールクリームを塗っていて、ニキビできたっていうときとか、ちょっと肌荒れ繰り返してるなっていうときは、エキナセアクリームを使うっていう感じで分けています。アルジタルのフェイスクリームの中だとこのカモミールクリームとエキナセアクリームがすごく人気で、この2つだけミニサイズが出ています。ご興味ある方はぜひ使ってみてください。はい、で続いてはこちらのプロポリスクリームを紹介していきます。他のクリームは白っぽいクリームなんですけど、プロポリスクリームだけちょっと茶色っぽい色をしています。プロポリスクリームは季節の変わり目でこう肌が揺らいでしまった時にすごく役立ってくれます。
特に今の時期は、朝晩と日中の気温差がすごく激しかったりとか、紫外線も強くなってきているし、さらにこう花粉が飛んでいて乾燥もするみたいな感じですよね。もうそういったあの季節の変わり目の環境の変化って、お肌のこうリズムをすごい乱してしまうんですよ。でプロポリスには弱ったお肌のバリア機能をサポートしてくれたりとか、お肌のこうターンオーバーを整えてくれる作用があるので、今の季節にすごくぴったりです。なので季節の変わり目にいつも肌荒れしちゃうんだよねっていう方は、このプロポリスクリーム一度使ってみるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。特に朝のスキンケアで使うのがおすすめです。やっぱり日中の肌が一番こうダメージを受けて振り回されてしまうので、そういった環境の変化からお肌を守るために朝のスキンケアで使ってあげましょう。あと香りが、やっぱプロポリスの香りってちょっと独特なので好き嫌いはあるかなと思います。でこちらはちょっとミニサイズの取り扱いがないのがちょっと残念なんですけれども、個人的には今の時期が使い時かなというふうに思うので、ちょっと大きいサイズではあるんですけど試す価値あるかなと思います。はい、フェイスクリームに関しては、7種類あるうちの3種類を私は何度もリピートして愛用しているんですけども、残りの4つのクリームも今後使う機会があったら使用感などお伝えしたいと思います。はい、では最後に、顔にも使えるデリケートゾーン用の、ニアウリクリームを紹介したいと思います。こちらはアルジタルで大人気のデリケートゾーン用のクリームなんですけれども、お顔とか体にも塗ることができます。こちらのクリームはフェイス用に作られているわけではないので、先ほど紹介した3つのクリームよりもかなりサラッとしたテクスチャーになっています。ニアウリのハーブは抗菌作用だったり抗炎症作用があります。こちらのクリームは顔よりも敏感で刺激に弱いデリケートゾーンをしっかり守ってくれるクリームなので、お顔の肌荒れ改善にも効果感っていうのは期待できます。でちょっと個人的に思うことなんですけど、マスク生活がもう1年以上続いてますけれども、やっぱり気温がこう高くなるとマスクの蒸れってすごい気になりますよね。でこのニアウリクリームってデリケートゾーンのこうこもった匂いとか蒸れとかかゆみにすごくいいんですね。同じようにマスクの蒸れとかかぶれとかかゆみにもすごいいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。サイズも大きいので、デリケートゾーンのクリームとして使いつつ、こもりやすいこうマスクで覆われてしまうパーツには顔もこれを塗っていくっていうのはすごいいいんじゃないかなというふうに思っています。フェイスクリームではないので、これを全顔に塗るってなると目元とかちょっと乾燥しが気になってしまうかなというふうに思うんですけれども、個人的には普通のクリームを塗った上に重ね付けしてもいいんじゃないかななんていうふうに思っています。でデリケートゾーンのクリームって、普段使わない方にとってはちょっとこの大きいサイズは挑戦になってしまうと思うんですけども、去年ニアウリクリームのミニサイズが発売されたようなので、小さいサイズから気になる方はぜひ試してみてください。でこれもちょっと香りが独特で、使用感も、エキナセアクリームとはまた違うんですけど、ちょっとスーッとした感じがあるので、そのミニサイズから試していただく方がいいのかなというふうに思います。はい、こんな感じで今回はアルジタルのクリームを4つ特徴別にご紹介しました。アルジタルのクリームの比較動画は以前からリクエストをいただいていたので、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、リクエストしてくださった方ありがとうございました。今日紹介した4つのクリームのうち3つはミニサイズが売っているから、3つ買っても1500円くらいだし、付け比べてもいいんじゃないかなというふうに思います。アルジタルのクリームは一度使うとハマって虜になってしまう方が私の周りにはすごく多いので、ハーブのパワーとかもすごい感じられるから、ナチュラルオーガニックコスメが好きな方はぜひ一度試してみてほしいです。たくさん種類があるのでぜひお気に入りのクリームを見つけてみてください。では今日はこれで以上になります。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。